皆さん、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。新年の目標は何ですか？新年の目標、うん、目標特にないけどな。MR1700 MR？ あ、いや、何もないです。MR1700？ なるほどね。何それ？なんすかね。俺も何それって言いたかったな。武器？武器、まあ、なんすかね。武器っていうか、まあ、武器ではあるか。強さ、力が欲しいって感じですね。タコナも力欲しい。はい、そういう感じっす。伊沢さんは？ん？今年の目標？うん。じゃあ何にしようかな。何でもいいよ。何でもいいんだよね。うん。あ、でもとにかく楽しくかな。笑顔が一番。偉、うん、いな。毎年そう言ってるかもしれない。一人でも多くの人を幸せにする。そんななんか大層なあれじゃないけど。俺人の幸せより自分幸せになりたいな。俺が一番楽しければいいや。そうっすよね。人が幸せなのが一番幸せか。ああ、でもそういう人いますよね、たまに。ああ。人と飯行った時におごんの好きみたいな、なんかそういうあれかな。いや、パパにおごってもらうのは好きですよ。ああ、パパね。人が笑ってくれたら嬉しいみたいな感じだよね、イメージで言うと。ここの昔、うん。マネージャーやってたかな。ああ、なるほど。野球の。マネージャーいいな。あ、そっちのマネージャーか。野球。野球。皆さん、スポーツはやってました？何か。俺、水泳っすかね。水泳か。10年ぐらいやってましたね。すごいな。小学生の時やってたプールとスキー。スキー？雪国か。雪羨ましいんだよね。空手やってた。おー、空手。と新体操もやってた。めっちゃやってるやん。でも全部ちょっとでやめた。なんかあれっぽくていいね。なんか新体操ってなんだ。新体操はあのバトンとかリボンとか。ああ、バトン投げてキャッチするやつだ。あれだよね、あのなんか旗みたいなのピョイって投げたりするやつだよね。そう、旗違うの。旗じゃないリボン。違うよね、うん、うん。リボンってあれっすよね、なんかあの棒にひらひらついてるやつっすよね。あ、そうそうです。それだと思った。長い。そう、だから旗じゃん。旗かな。旗かな。旗じゃないか。小沢さん何やってたんですか、スポーツ。僕はバスケか。うわ、今バスケしてそうって言いたかった。僕のバスケ。バスケですね。大丈夫そう。本当やってなかったけどめっちゃ好きだった。俺髪売ろうかな。何個あるかな。買い取るよ。え？買い取る。髪は何になるんですか？髪は何もなんない。あ、まあ、これから工場ので使うけど。工場で何にもなんないのに買い取るっておかしい話じゃないですか？え、工場の、はい、あの、素材で必要になるって郷さんが言ってた。へぇ。そう。あー、箱？あと折り紙。折り紙？いや、そんなゴミはいいんすよ。うん、ここら辺は持ってる。いや、違う、これライアンおじさんからもらったの。ああ、まあ人からもらったものはね、うん。折り紙ドルフィンもらった。折り紙ドルフィン。でもそれ、うん、嬉しいっすか？うん、嬉しかったよ。そうか。千バズルもらって嬉しいタイプか。うん、千バズル、昔よく作ってました。ああ。千バズル、もう見ないでも作れる、ここの。千バズル見ないで千バズル？ツルじゃなくて千バズルを。あ、ツル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 。あ、びっくりした。あの、そんな悲しい遊びしてんのかなって。違う違う。中学生の時に、うん、あの、まあ、ちょっといろいろあって千バズル作らなきゃいけなくなって。うん、待って。いろいろあって作らなきゃいけなくなって。作ろうってなって、お母さんと、そう、お父さんと。で、授業中に作ったら怒られるじゃないですか。そうなんすか？まあ、だって、ほら、
算数の授業の時に折り紙出してたら怒られるから、うん、机の中で作れるようになれれば、ああなるほど、バレないし作れるなって思って、へえ、机の下に引き出しあるじゃないですか。あ、何年生、いつですか？中学生あんのかな、分かんない。うちの学校机あったかな、ちょ、あんま覚えてない。机ないの？まあ、あ、さすがにあるか。それで、はい、この手の感覚で折れるようになりました。へえ、すごいな。ちっちゃいやつ。しかも小学校の時の机と同じなんだとしたら、うん、結構縦幅少ないっすよね、その穴の。あ、俺そんな難しいこと言ってます？あの、机の話ですよね。そう、机のその引き出しって、うん、その横幅はあるけど、うん、縦幅が少ないじゃないですか。縦、奥行きってことですか？いやいや、縦。高さ。ああ、ごめん、縦って言い方が悪かったさ。高さ。ごめんなさい。いや、高さは、縦はなくてもいい。行きますよ。あ、そうなんすね、うん、そういうのって目押しで7揃えられるもんなんですか？当たってからはできます。あ、当たってからできるんだ。はい。え、当たってから外す場合もあります、その目押しを。いや、外しても揃えるまでずっと。あ、そうなんだ。その状態です。へえ。まあ今は勝手に揃うやつとかもあるし。へえ。はい。楽しいですか？まあ台によりますね。はい。その好みもあるんで。ああ、かわいいの。かわいいの、かわいいのもありますよ。え、あるんだ。かわいいの、シェイク2とか。シェイク2。ちょ、ごめん、今はないわ。なんだろう、かわいいの。いや、かわいい、ないかな。ないの。なんかアニメ系ですかね、そうなってきたら。あ、うん、渋いのはあるんですけどね。パチンコだったら餃子の王将とか。え、高須クリニックとかありますよ。え、知ってる、餃子の王将。はい、美味しそう。うまい棒とかもありますし。え、うまい棒もあるの？唐揚げくんとかないんだ。唐揚げくんは知ってそう。唐揚げくんはないんじゃねえかな、多分。パチンコはないんだ、はい、なんか棒が飛び交うパチンコみたいな。棒が飛び交うパチンコ、あの唐揚げ棒。クソ大でしょ。あの、なんか当たったら棒が飛び交う。誰がやりてんだそれ。え、でもお腹すきそう、そういう台打ったら。そうかな、そういうことか。パチンコとスロットって違うのか。はい、あのドラゴンクエストおすすめですよ。お父さんがやってたかもしれないです。ドラゴンクエスト、あ、でも興味ないのか。興味なかったらきつい。興味ないとか知らないんだったら無理だな。ドラゴンクエスト、あ、待って、やったことありました。テンやりました。オンラインのやつめっちゃやりました。そういえば、あ、めっちゃやりました。あれスロットですよね、あれ。あ、そう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 、イレブンじゃないかな。テンにもあんのかな。テンがオンラインで、はい、スロットあったと思います。そうなんだ。あのイレブンのねにもスロットがあって、はい、それのスロットの出来がマジでいいっすね。あ、じゃあ一番楽しくできるってことですか。めちゃくちゃ楽しいし、あの、はい、かなり現実の台に近いです、もろもろ仕様が。そう、なんか結構そのゲームの中のスロットってよりちゃんとスロットっすね。でもそしたら現実行った方がいいですかね。いや、やめましょうそれは。あ、そう。はい、この世界は作り込まれてないか。はい、くだらないですね。いや、でも、うん、スロットが作り込まれてる云々みたいな価値観は、まあ、割と日本だけかもです。それはなんで？うん、わかんない。そういうなんか文化なんじゃないですかね。あの、多分ある意味リアルなんじゃないかな。こっちにあるスロットとかそのカジノとかに行ったらああいうスロットじゃないですかね、多分。あ、てかやったかな。え、なんかあのラスベガス、うん、もう空港にあるのってあれスロットですよ。いや、ラスベガスの空港に行ったことねえっすね。ロサンゼルス、いや、ロサンゼルスにも行ったことないっす。なんか今年行ったんですよ。へえ。
初めて。初めて。スロットみたいなのがありました。へえ。ラスベガスに何しに行ったんですか。旅行です。へえ。初めて。初めて。人生初海外？人生初じゃないけど、はいはい、記憶にあるのは初かな。へえ。すごいな、ラスベガス。ロサンゼルスと。はい。ラスベガスとシアトルに行きました。シアトルね。シアトル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 。そこでその時に初めて引き事をしました。そのカジノで。あ、カジノ行ったんだ。カジノ行きました。いくら負けました？いや、プラマイほぼゼロ。へぇー。あの、ブラックジャックで折り方わからなくてめっちゃ勝ってたのに、結局マイナスになって、おもちゃあと50ドルあるからって思ってルーレットやったら全部買って戻ってきました。へえ、すごギャンブル強いな。その場で結構女神みたいな感じでしたよ。なんだこの少女はみたいに言われました。ずっと勝つから私の方に言ったらルーレットだからハイタッチしておじさんたちとおじさんとかお姉さんたちとカジノ起きた。そうカジノ王だったその時。本当に楽しかったです。めっちゃすごいな。うん、赤と黒みたいなのあるじゃないですか。うん、それ私が赤に入れて、おじさんが黒に入れてたから、はい、私赤に入れたら、はい、でじゃあ勝負だねって言ったらおじさん赤に変えて、ああ、みんなで赤に入れたんですよ。はい、そしたらそれでも勝ちました。へえすごいな、爆災があるんだな。たまたまで。じゃあ現実世界でもスロット行って競馬しますか。いや、まだやったことないので。勝てんじゃないですか、多分。敷居が高いですよ、やっぱ。いや、勝てないですよ。さっきは止めましたけど、勝てる気がする。勝てる？こんな気軽に行けるんですか？気軽に行けますね。そうなんだ、怖っ。いや、行かないです。行ったらなんか、終わる気がする、私。やめときます、やっぱり。はい。うん、いいと思います。いいと思いますか？合格。